この度は3年ぶりの北上一目芸能祭り開催の運びとなりましたこと、誠におめでとうございます。そして国見さん盆頭の会によります駒法要へご参集いただきまして心より御礼申し上げます。42年の歴史を刻んでまいりましたこの行事もご多分に漏れず、コロナによる全ての行事が自粛となり、ここ2年間開催を見送ってまいりましたが、規模縮小ではありますが、今こうして第43回目の護摩法要を執り行うことができましたことに、関係者の皆様へ心より御礼申し上げます。家内安全、疫病退散、戦のない平和な地球など、皆様の強い思いをごまき一本一本に込め燃やしていただいて、祈願成就のお手伝いを本当の会一同がさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。国見さん本当の会会長鈴木雅弘、最初に北上市市長高橋俊彦様お願いいたします。3年ぶりの北上一目芸能祭り開催されることになりました。本当にこれまで準備をしていただきました運営委員会、そしてまた実行委員会の皆様方には、コロナ禍の中で本当に大変だったと思います。心から感謝を申し上げたいと思います。そしてまた関係する本部会の皆さん方はもう本当にこの会を開催をしていただきまして本当にありがとうございます。さらには今日は流山さんからご参加、福島さんがご参加をいただいております。この開会式は初めてのご参加ということでありまして、本当においでいただいて、よかったなというふうに思っています。本来であれば中学生の皆さん方がこの採火式をご覧いただく予定でありましたけれども、なかなか、このコロナ禍にあって、参加できなくなりました。残念ではありますけれども、これからも交流続きますので、ぜひ、今後ですね、こういう採火式なども見ていただきながらお祭りに参加していただく機会が作れるものというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。ぜひ、コロナ禍を吹き飛ばすような明日、明後日の お祭りにしていただきたいというふうに思いますので、みんなで、祈願していきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど市長さんがお話しされたようにですね、3年ぶりの祭りということで、関係者の方々にですね、一生懸命頑張っていただいて、準備が着々になってきたようでございます。これから本番に入るということで、皆さん張り切っているのではないかと思います。あとこの本当の会、皆さん方もこういう場を作っていただきまして、本当にありがとうございます。何しろコロナでですね、いろんな形で出演者の方々含めて、民族芸能の団体の方々、あるいは、市民の方々もですね、待ち遠しいと思いますのですね、いろいろお話が聞こえてきております。残念ながらコロナもちょっと感染者が増えてきているようでございますが、その辺はその辺としてですね、我々としては、完全
安心なですね、運営を心がけて、なんとか立派な祭りに仕上げていければなと思っています。全体的に2年間、こういう場がなかったということもあってですね、経済的にも賃貸ムードということがあります。特に飲食関係とか観光関係については結構大事があったのではないかと思いますが、そういう意味でですね、その辺の雰囲気をですね、打破するような、みんな元気で立派なですね、祭りに仕上げていただければと思っていますので、関係者の方々のご協力をお願いして挨拶に帰っております。本日はどうかよろしくどうぞ。千葉県は流山市の副市長の石原でございます。今回は、うちの芸能祭りの成功を記念して、そしてまた、そういった初めて私もこの席に参加をさせていただきますが、採火式というような、伝統の行事がですね、盛大に執り行われることを大変お喜びを申し上げると同時に、準備をされてきていただいた関係者の皆様に心から要求させていただきます。皆さんの祭りが続いて、今回の芸能祭りが上がりますから、芸能団体参加させていただいておりますが、成功に終わることを記念申し上げて、私に参加させていただきます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございます。